どうも、今舌に口内炎ができててめちゃめちゃ喋りにくいピヨキングです。そして昨日辛ラーメンを食べてお腹を下しまくっているピヨキングです。もうボロ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 の状態で今日やっていきたいと思います。言っていましたかんだ。でまず始めるコース、フラワーアウトオブリーチかっこトロールということで、手の届かない花ということですね。まあサムネの花を見る限りですね、すごく意地悪そうな顔をしてるんで、手を差し伸べたくないような顔をしてるんですけど、まるでアンダーテイルのホラウェイみたいに手とか簡単にそうすごい拝見ですね。意地悪そうな顔しててもすごく優しい方たくさんいますからね、世の中は。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.73% で、動画の冒頭でも言った通りですね、マッシュで舌に口内炎が出てきててめっちゃ痛いんよいや噛んだけどもうしょうがないよ。もう噛んでしまったらマジでみんななんとなくで察してくんないから。お前は何なんだ開幕サカード。今更だけど開幕ああいうの来たらトロールコース始まったっていう感じするよね。土管に入れませんね。ちゅうことは上かこっちの塔に入っていこうか。いや違うんだって、わざわざこんなところに針なんて設置しなくてもいいじゃんか。僕初心者なんだからもう少し優しくしてよ。これ上に逃げたらマグマが襲ってくるわけでもないで、あの靴は罠なんじゃない。いやちょっといる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 。下から行って早めに靴取ります。めちゃめちゃかっこいいね、マリー。そのスタースミス絶対学校とかでどこで買ったとか聞かれちゃってんの。待って待って待って、ほらほら盗みに来るやつもいるんだから、ちゃんと買ったところ教えてあげなきゃ。 ABC マートじゃないよ、 SF2 マートだよって。またどっかに盗み来るやつがいるかもしれん、気をつけよ。返せ俺のスタースミス。いらんて、そういうスタースミスの下りとかマジでいらんて。わからない方もたくさんいるんだからさ、だからそういう悩みの。もうね、いつも壊れてとかなんとか言われてるけど、それが何よそれが何よって何よじゃあ靴捨てます。ここでスタンスミス戻ってきてくれたね。このスタンスミス乗ってっていいの。ありがてえスタンスミスやっぱり君は僕の元に帰るべきだったんだね。お前は邪魔だ、消えとけ。さあここでジャンプしていく。このスタンスミスはなくなってしまったけどいいのかい。一旦右に行ってみようか。上は何、上は何かあるのかな。砲台がポーンとかない。この上にジャンプしても何もないね。バイバーイ。上のヒントを見る感じ、スタンスミスをこの中に捨てたら多分来てくれるのかな。なんかそんな感じで書いてたんだけど、これでいい。スタンスミスよ、僕が何をしたって言うんだい。ここで靴捨てます。そしてこのツタのところで待っておこうか。そしたら左のクリボーが右に来てくれないな。え、これ、あ、右に行っちゃえばいいのかな。うわ、どうしよう。左の靴、お前戻んなってこっち来いよ、ちゃんとさ。まあまあ行けちゃうっていうのが分かったからね、このまま右行っていいんじゃない。でこのスタンスミスを奪います。でここでジャンプからの、いけないです。ここ靴ないといけないです。もう邪魔、もうキモいこの唇どもか。このまま右にジャンプして行っちゃっていいのかな。靴を脱ぎ捨てないでさ、それしたらなんか、あ、ここ床があんのか。でこの靴を持ってって、唇植物を倒す。でこのリフトに乗ってどうなるんでしょうかね。一旦左に逃げてみようか。追ってんじゃない。そしてこのまま右に進みました。危ねえ、待って、ちょっと待って。これどうしよう。今神回避で受けた。あ、スタンスミスがなくなる。スタンスミス、おおほほほほほほほ。みんな今とこ加速していいよ。めちゃめちゃうまかったんじゃない。でこのまま右に行ったら中間ポイント取れませんけど、フラワーとかどこにあったんだよ。じゃあドアに入っていこうか。なんだここは。なんもないかい。じゃあこっからどうやってフラワーを手に入れるかなんだよな。え、わかんねえわかんねえ。一旦これ上ジャンプして、痛い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 、行け行け行け。でこっから、あ、右ヒント書いてんじゃん。ちくわブロックの下で靴を脱ぎ捨てろっていう感じかな。それじゃあやってこう。そうと分かればこっちのもんよ。でもそう簡単に中間ポイント取らせてくれるわけないと思うんだよな。なんか腹立つキャップっていうのがさ、バカにするな。お願いします。中間さえ取ったらもう好きにしていいから、あとは何をしてもいいから中間だけ取らせてくれ。これに落ちてきたよな。そんなに人を痛みつけて楽しいですが、世の中のトロール制作者っていうのは考えることが分かりませんね。じゃあこの辺に落ちてきた、今度こそ魚をかわす。でフラワーを取った瞬間にもう右ダッシュするよ。右ダッシュして、いけいけいけ、今度こっち。中間が欲
しいの。もう無言でやるわ。もう実況できない。こんなねコースを実況してったら僕の喉いつか終わるかもしんない。これどうすりゃいいんだろうな。一旦下に落とす。一旦下に落として左に逃げます。でここでフラワー取って、このまんまダッシュしていけばいいのかな。あ、これ上から行ける。上から中間取れる。やっちゃった。下から行くもんだと思ってた。さあここでチビになります。でこれはどうすればいいんだ。なんかレールがあって動けねえな。このまま右ダッシュしていこうか。でこのローなんか乗っちゃったよ。乗っちゃって、え、乗っちゃってどうするんだろうな。これ上に上がれないんだけど。あいつは何なんかしてくれると思ったけど、うわ、ここ上にも行けねえしさ、まあ、一旦やられようか。多分別の行き方があるんだろうな。さあ戻ってきましたよ。こっからどうするかよく見ておこうか。あいつもういいってだからさっきからくどいって。でももう分かったよ。ここから右ダッシュして多分下から行くんじゃねえかな。こういう風に OKOK。 そして次は靴は奪えないけど上に進めることができたね。で左はこの左のドア入れないのね。下に落ちていくよ。左のバブルは特にさっき意味なかったもんな。じゃあ下に降りていきます。そしてこのまま右にダッシュ。ゆっくり行こうか。この辺でやられたような気がするんだよね。この氷ブロック下あるじゃん。ここをジャンプして抜けていきなんで。もうすべてわかりんゴリラパンダンゴムシ。ジャンプしてあのクリボーのところまで行く。そして踏んづけていく。見たか、このガキ。クリボーは踏んでいいんだ。でも子供が来るからその子供も避けなきゃいけないと。でこのまま右に行っちゃっていいのかな。まあ、このドア入るしかないもんね。右上のブロックもすげえ怪しいけど。そしてここはなんか上ヒントみたいなん書いてない。また扉から出て左下に行く。もうこっち入れねえじゃねえか。裏にバーがあるよ。ってことはやり直しですわ。ここにファイヤーがあるとかそんな感じかな。ブー、先にこのドアに入るっぽいね。ですぐにドアに戻ればいいんじゃない。さっきはあのハテナブロックに押し出されてしまったけど。でこれね、一瞬エイジ何もしてくるんだ。悩んでしまったよ。でももう一回やり直し聞くんじゃないの。すぐにドアに入って左に行けばいい。一瞬エイジが降りてこないっていうのが分かった。なんだってね。よっしゃ、みんな戻ってきたね。このドアに入ってすぐ左下に行こうか。そうしないとこのマグマが押し寄せてくるからね。さあこっからよ、新しい場面に来て。この一瞬エイジは左見てる。いや、これまたオフカルで閉じ込められるとかないかな。大丈夫。で、ここは、あ、このフラワー取れてるの。もう、うぜぇ、あいつ。だ、いや、もう一回何か変わってる世界線があるかもしんねえ。それやめて。ここタイミングよくフラワーを取らなきゃいけないんだろうな。だから、フラワーが来るこのタイミングでジャンプ。オーケーオーケー。で、こっからよ。このフラワー取っちゃいけないのかな。なんか下にブラバが出てきてさ、いけなかったんだよな。あのクリボーを踏むなってこと。この一マスの中入って左、あ、ちょっと左動いてんな。だから左側に行ったらクリボーは踏まないで済む。で、あのクリボー倒しちゃうか。あ、倒してよかった。あ、倒していいね別に。さあこのまんま右下のドアに入っていっちゃう。もうなんか右上開いちゃうじゃねえか。あっちが正解なんじゃない。どうしよう、もうこっち行くしかねえもんな。オンオフを変える。ノーじゃないんだよ。とかやるでさ。じゃあここもうやられるしかないじゃんか。もうこういうのやめてくれよな。どういうリアクション取っていいか分からねえと思ったらやられるねーし。じゃああの針のところどっか行ってるし。なんだそのやり方、丸くどいことすんだ。なんか怪しいと思ってたんだよな、このブロックのところ。絶対開くと思ってた。いつかさああの中間ポイント取らせてくれるのか。いや、これは絶対取ったでしょ。よーしよしもう何が来てもいいもんで、ね、むしろこうやって滑り出して遊ぶ余裕ぐらいあるもんで、ね、じゃあここでハテナブロック叩きます。あの花ちゃんなんか急に襲ってきそうだな。ここも叩いて僕は一体何もしないよ。こら、引かばらー。まさか闇の資格が来るとはね。卑怯なバレをしやがって、うん、意外と早いな。ハテナブロック叩く。で花ちゃんが降りてきた瞬間にジャンプ。 OKOK。 さあ中間ポイント2も取ったしね。じゃあちゃんとクリアしていきますよ。マンジ？たくさんのマンジがあるね。そして土管もいっぱいある。一旦下の土管入る。おっぴゃおっぴゃ
これマジあんみゃ絶対やられたと思った。さあ右の土管も入れそうなかった今。じゃあ上の土管だね。今よくかわしたな。そしてここはうわもう下に引っかかる予感しかしねえって。どうせお前来ないんだ。なんでお前が来るんだよ。もうねわかんのよ、一回は下に落とされるっていうことが。じゃあここはしっかりと青鬼をジャンプしてかわします。でフラワーはいつ取れるんだい。左ここで取れるとか。やばい、制作者の策略にまんまと引っかかってるような気がする。じゃあここは右に追っていい。で違う、また何か来るんでねえの。こいつは違うんでしょうね。フラワーじゃねえか、あのフラワー。おおありがてえ、あったけえよフラワーだけに燃えるぜ。さあここは、すぐに取っておこうか。いやちょっと待て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 、これは上に行っちゃえ。もう捨てちゃうよ僕は。いや、まだこっちがある。進める道があるんだ。進める道がある限り僕は突き進むぜ。ファー、早めに靴を手に入れてこのブランコを使って上に行けっちゅうことなんじゃない。そしてここでふむ、でここもふむ、あんな魚は無視していいでしょう。でこの靴を捨ててまた花ちゃんか。これでオンオフを変えたらどうなるんだろうな。花ちゃんこっちに来るけどどうしようか。一旦右に行こうか。僕が先で行くよ花ちゃん。ごめんね、そんな罠に引っかからなくゴールが見えた今見えた。これ上、うわ上と下どっちだろうな。あ上はいけない。頼む中間ポイント戻しなきゃ。やめて。いやもしかしてそんな感じこれ。いやなんか新耐久みたいな感じかなこれは。でこれどうやって得られればいいんだろう。なるほどね、フラワーを取って上の針に当たって得られろっちゅうことなんじゃない。だからフラワーを待つ耐久みたいだ。もうそんな分かってるって。フラワー取れないのはどうせ分かってるんだから。もうそんなフラワーうろちょろしなくていいよ。どうせ違う何か来るんだろ、上から魚がドーン。いやそうこいつも来れない。分かってる分かってる。だから右、いやこれ左か、これ右か左どっちかに行けるようになるとか。あやっぱそうだよな。この上のフラワーは取れないけど、これどうかしたらさ、上の、いや無理か、上の針に当たることできねえよな。じゃあピードワンに入っていきます。もしかしたらこっからやり直しが効くっていう可能性もあるもんな。で目の前にゴールがありますみたい。どうしよう、これどうする、これ取りたくねえよ。頼むって俺一旦ピー待っておこうか。そしたら下、お下恋になんねえのね。これ上から行って、はっ、ちょいちゃってよーしよしよしで下に降りればいいみたいな。よっしゃー見たか、これがトロロ名人だ。さあこれでゴールができると思いますよ。今雲が2つ右側に見えてると思うんだけど、あれの左側にゴールがあったような気がするんだよな。だからあっちまで一気に行っちゃおうか。花ちゃんが左来ます。で、あ、ちょっと待って花子、慎重に行こう。まさかあんなやられ方するとはみんなも思ってなかったでしょう。僕も思ってなかったです。多分この場所で待っておけば。よっしゃいや今回はね、靴と羽が主役になったトロールコースでしたね。すごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。もうなんかいろいろやばいんですけど、僕も配信者としてですね、ノーコメントをさせていただきたいところはノーコメントさせてもらいたいと思いますまあコース名がよ、クリアできたら味噌菌100万個あげる、わら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 。説明文にもしクリアしたらロシアと北朝鮮潰して日本の領土にしてあげる、神コース俺天才だからあまり囲まれない方がいい人かもしれませんね。名前も虐待してやるよって書いてるし。ただよ、こんなふざけまくった人のコースをちょっと見てみたいなっていう好奇心がありますね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.43%。 いや悪いね制作者さん、このコースをクリアして味噌菌100万個もらおうかな。でみんな味噌菌食べたことある？あれ普通に美味しいよね。なんか結構賛否両論分かれるんだけど、僕は普通に美味しいなと感じましたね。これ明日行ったら特に何もない。なるほど、こういうコースっぽいよ。みんな気をつけた方がいい。もうね、トロールコースのやりすぎでだいたいわかんのよ。これ作ったら子供なんじゃねえの。やっぱりあるね、そんなところあると思ってたよ。で上はないのか。で右にボムヘイが爆発するような音が聞こえるから右に進んでいく。でこの扉も入っちゃいけないんでしょ。でこっちにやっぱりある。大人をなめるな。でもさ、しょうがねえか、一回入っててやろうか、どうなるか。
スタートに戻すっていう感じね。じゃあこのまま一旦右に行くね。右にどんどん渡ってって、でこの扉に入ればいいのかな。右にジャンプするっていうことはさすがにないよな。じゃあこの扉入ってって、この先はもうマリカッコつけなくていいって、たったそんだけの高さしかねえじゃんか。オツじゃないんだよ。みんなガチで頼みがあるんだけど、こんな感じのコースをやるとね、必ずと言っていいほどコースに対して悪口を言うようなコメントをしてくる方が一人はいるんですよ。まあ、そういうのね本当にやめてもらっていいかな。これは僕からのお願いですね。まあ、そういう人が僕のチャンネルにいないっていうことを信じたいですね。さあここはどうすればいいんだろうな。あ、猫あったよ。この猫で右に突き進めっていう感じなんじゃない。一旦それで行ってみようか。これでよーしで上もなんかあるな。この上に行けば、いやこっちは何もないのか。じゃあ一旦扉入ってってみる。いや一旦このままもう一回右に行こうか。これがせや。じゃあ待って待って、すんばそー。まあ、僕はねどんなコースでも作ってくれる製作者さんに対して感謝の気持ちを持ちながらマリオメーカーっていうのをやらせてもらってます。まあ、みんなもさ嫌でしょ、変なこと言われたらさ、頑張って作ったコースに対して。いやこれどうしよう。だからさ、そんなクソがとかさ、クソ子とか言われたら嫌と思うんで、クソがマリオメーカー配信者っていうのは少なからず本当に制作者さんに対して多分ね感謝の気持ちを持ってると思うんだよね。これ右行ける、こっち行っちゃっていいの、絶対やられる予感しかしねえ。だよね。いやごめんね、なんか自分語りみたいなになっちゃってさ。まああくまで僕の勝手な意見だからさ、みんな一人一人違う考えを持ってると思うんですよ。さあ今度は右のブロックに入っていこうか。こっちはつららの上に乗っていけっていう感じかな。立ち出していこう。いやこんなの完全に2分の1じゃんか。右と左どっちだ。右の方に行こうか。頼む、こっちが正解でやってる。合ってる。ちょっと待って、お前なんだって急に。合ってんのか。あー面白いじゃねえか。じゃあここは、この場所の辺でいいのかな。オッケーオッケー。で次は右変わるだよ。で、あのびっくりブロックのところ行っていい。お前クッパクッちゃって、お前そこどんだ。おおお、大丈夫、大丈夫だ。火吐くなよ。どう、お前動けねえんだって僕はさ。よしよし、動けた。この隙に、おみんなこれだけは言わして。さっきのねトロールコースの方がクオリティが高いっていうのは分かると思うのよ。でもこっちの方が面白いかもしれない。お前もそんなとこ来んだって。ここ隠しブロックあったよな。じゃあこっからもう隠しブロックない。あの右上の方にどうにかして行けってことかな。このクンパ邪魔くせえ、マジで。一旦どっか行って、一旦どっか行ってすぐ右に行こうか。でこういう風に行けばいいんじゃない。オッケーオッケー。で次のびっくりブロックは何をしてくるんだろう。頼む、お前クンパ邪魔すんだって。お前もう来んなって。ほら右に、頼む、一緒にやっちゃおう。さあ戻ってきたよ。あの石エッジに当たらなかったゴールができる。よっしゃいやーすごい面白い。そんなとこワープブロックあったの。さっきさワープブロック入れなかったの1個あったじゃん。それここに出るんじゃない。もしそうだとしたらさ、めちゃめちゃ遠回りしてゴールしたことになんない。じゃあ左のワープブロック入ります。これでさっきのところ出る。いやこれゴールできないっていう可能性もあるよな。ふざけるな。すごく楽しいコースでした。どうもありがとうございます。